こんにちは、行政書士受験合格チャンネルです。今日もですね、行政法のテーマ取り扱っていくんですけど、今回はですね、この国家行政組織法、ここのですね、目的条文についてお話をしていきます。この国家行政組織法はですね、結構ですね、手薄になりがちな、条文でもあるんですけど、条文の数自体はですね、すごく少ないですし、コンパクトなんですけども、やはりですね、過去ですね、この条文からも、出題されている実績もありますので、目的条文の方も合わせてですね、チェックしていただければと思います。チャンネル登録まだの方は、このチャンネルでは私の合格経験に基づいて、行政書士受験に必要な勉強方法などお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですね、早速始めていきたいと思います。まずですね、この国家行政組織法、目的条文として1条にですね、記載されている内容ですね、ちょっとまとめてみました。で、この法律自体はですね、こちらですね、内閣の統括のもとにおける行政機関で、内閣府以外のものですね、内閣府以外のもの、このですね、組織の基準を定めると。そして、国の行政事務の能率的な遂行のためという目的でですね、この国家行政組織法を定めるといった内容がですね、この1条目的条文の方に記載されております。この目的条文ですね、目的条文っていうテーマでですね、横断的に行政法の中で、行政手続き法とかですね、こうした行政国家行政組織法を合わせてですね、出題されたり、する可能性ありますので、ぜひですね、チェックしていただきたいと思います。で、この国家行政組織法はですね、この目的条文以外の、条文ですね、そもそもの組織の構成であったりですとか、もしくはですね、行政機関の長に関する内容、長の権限に関する、内容などの条文もありますので、そちらの方もですね、ぜひチェックしていただければと思います。やはりですね、行政法、もちろんですね、メインに学習すべきところは行政手続き法、行政不服審査法、それから行政事件訴訟法というところがですね、一番大きな、条文になってくるんですけど、この国家行政組織法のところもですね、過去問中心にですね、条文の方をチェックしていただければと思います。それでは本日は以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士試験に必要な、勉強方法などお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。